吉本君、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。初日はちょっといかなかったけど、今日はいい新潟しよったね。そうですね、まあ、仕掛けるタイミングがちょうど良かったかなと思うんですけど、うん、あれは別にあんまり早いと思うわ。まあ距離踏むのは好きなんで、うん、まあ、好きっていうわけじゃないですけど、まあ全然踏めるようには練習はしてるんで全然大丈夫です、うん、で明日はね、吉本君の後ろで志原君がつけると、はい、今日ちょっと空いたと、はい、いうことでちょっとあれやったけど、まあだいぶ調子も優勢に乗ったということで気分もええということで志原君言って言ったけどね、まあ明日も先輩連れて行くろ。そうですね、まあ、仕掛けれるとこがあるんだったらもうすかさずチャンスをは逃さないようにしたいんですけど。吉本君がその先行とまくりで言ったら自分としたらどっちがいいですか？先行の方が好きですね、うん、あんまりまくりは得意じゃないです。ああそう、はい、まあ、この500の番組であろうとそういうことは関係ないと。そうですね、まあ、あんまり距離、そうですね、まあ一周ぐらいなら全然大丈夫ですけど、うん、はい、明日ね、あの先輩がつけて行くということだけど、まず基本が先行ということで行くと。そうですね、まあ2社なんでちょっとラン、うん、まあ、ロジャンカラバっていうのはきついですけど、まあ1周ぐらいやったら全然もう覚悟決めていけるんで、うん、まああとはどこでチャンスが来るかっていうことですよね。吉本君がほんならかまして先かまし逃げみたいなのはやる？そっちの方がどっちかというと好きですね。かまし、ちょっと早めのかましみたいなのが、抑え戦後もまあできないこともないと思うんですけど、うん、調子は十分？調子、足の状態は、うん、普通なんですけど、ちょっと自転車が新しいんで、うん、まあ、セッティング今出し中ですね、うん、今もなセッティングしとったわけ？ずっとしてました。あ、まあ、セッティングをして明日頑張って。はい、頑張ります。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。